なぜ来たかというと、私のふるさとの信濃追分、そして小諸孫歌、このルーツはどうもオルテンドにあるんじゃないだろうかって長い間思っていたからで、これを本物のオルテンドを聞いてみよう、遊牧民のいるところまで行って本当にその生まれたところに行って聞いてみようと思って行ってみた。そしたら行ってみたところが、やはりこれは草原の歌で、確かに馬の歌だから 馬と一緒に入ってきた歌かもしれないけれど、これはどうでもいいことで、やはり生まれた歌はその土地にいかに似合うかということをすごく感じて、なんか自分が今まで追っかけてたことがなんか無意味な気がして、あ、オルテンドはここで生きていってほしいなって思って帰ってきました。